ビルギット・ミニヒマイヤーは、オーストリア・リンツ出身の女優。リンツに生まれる。パッシングに育ち、高校卒業後、演劇学校、マックス・ラインハルトイコール・ゼミナールで、クラウス・マリア・ブランダワーラに支持。在学中から、ウィーンのブルク劇場に出演。2001年のベルリン国際映画祭で、新人女優として注目され、シューティングスター賞を受賞。 2004年のレックリングハウゼンでの舞台で主役を演じる。この時の共演が元でベルリンの人民劇場に活動拠点を移す。2005年にはトム・ティクバ監督作品パフュームある人殺しの物語で主人公の母親を演じた。現在はベルリンとウィーンに居住している。2007年からは再びブロック劇場に定期的に出演するようになり、リア王の同系や、 マクベスのマクベス夫人を演じたりしている。2009年、マレンアデ監督のアレ・アンデレンに出演し、第59回ベルリン国際映画祭で、ミシェル・ファイファーやレネーゼル・ウィガーを抑えて、主演女優賞を獲得した。ドイツのロックバンド大都店保選のミュージックビデオにも出演し、ボーカルのカンピーノとデュエットして歌声も披露している。テレビドラマへの出演も多い。 ありがとうございます。